三浦安村は鎌倉時代中期の武将。鎌倉幕府の有力御家人。三浦吉村の次男。館は鶴岡八幡宮の東。筋替橋の近く。当時の三浦氏は源の頼朝の挙兵に参加して対抗を挙げた経緯から相模国や河内国に広大な所領を持つ有力御家人の一人であった。 当初ははるかに弱小の勢力であった北条氏が、急速に力を伸ばし、二大将軍源、頼家を失脚させたあたりから幕府第一の実権を握るが、三浦氏はその後も、なおこれに寄港する勢力を維持し続けたとも言われている。武勇に優れた安村は、上級三年の上級の乱では、父、吉村と共に、幕府軍の一軍として参戦して活躍した。 安村の青年については、諸説あるが、有力とされる、上級期の説に従えばおおよそこの頃に元服したと考えられる。その際に、えぼし親であった、執権、法上氏特捜家当主の法上安時から返記を賜って安村と名乗る。キューバに卓越した安村は、法上会でのやぶさめや、正月の弓はじめなどの儀礼において、伊手の役割を、 しばしば担当した。安村は前述の通り絵星親である安時の娘を、めとって、北条氏の一門衆となり、逆人断念には、幕府の表情衆の一人にまでなって幕政に、参与するようになる。安時の娘は、寛義二年八月に病死して、その後には、土御門正し通りの妹をめとったとする説もあるが、その定通の妻である武殿は、 安時のいぼ妹,妹であった。さらに安村は、三浦氏の幕府内における県勢を強めようと、鎌倉幕府第四代将軍、九条頼常に接近して親密な間柄にまで、なるようになり、その県勢は、北条氏をもしのぐようになったと言われている。さらに弟、三村が五代将軍、九条頼継との仲を深めるようにまでなったため、執権、北条時頼りから、 三浦氏は危険視されるようになる。ただ、時折本人は、安村と三浦氏に、政権中枢からの恩便な引退を望んでいた。還元四年、時折は、六原短大に赴任させていた北条十字を、将来することを打診したが、表情の場で安村のみは承諾せず、堅くクにこれを拒んだ。十字が起算することで、 自らの政治的地位が低下することを懸念したようだが、これによって、時折や北条一門らの心象をより悪化させた。もし十字の将来を承諾していれば、温厚な十字は、三浦氏に、穏便な措置を図らってくれたかもしれず、恩憲派の十字を遠ざけたことで、三浦支配席の過激派である、足立影盛が、 積極的に干渉する機会を与えてしまい、結果として安村は自ら墓穴を掘ったとも指摘される。一方で、京都でこのことを知った十字に、三浦氏排除の必要性を認識させ、足立氏ら、半三浦氏勢力と結んだのが、法事合戦の原因と考える研究者もおり、その観点から見ても結果として安村は自ら墓穴を掘ったと見ることができる。法事元年、 時折と、足立影森の作望にかかった安村は、鎌倉で挙兵した。しかしこの反乱は、結果的に失敗で、北条軍と足立軍の前に、三浦軍は大敗し、追い詰められた安村は、最終一族老党と共に、鎌倉の北家道で自害して果てた。青年については、関東表情伝、法事元年上に64歳とあるが、上級期。 小勝寺本の宇治橋合戦の場面で、安村が、少年18歳と名乗る場面がある。法事合戦で死亡した、安村の次男影安が13歳、旧男美奈子ままるが4歳であることから、上級期の年齢が妥当と考えられる。ボシ親として、タイの字を与えた、北条安時が、特捜家当主であった1224年から1242年の、 間に元服したことが、安村の名から明らかであることからもこの説を裏付けることができる。上級期の年齢に従えば、元級元年生まれで、去年は44歳。近世以降の書籍では、北条氏刑夫人名辞典が1184年、生まれ説を、鎌倉、室町人名辞典や上横手正てまさ北条安時が、 上級期の記述を採用して1204年生まれ説をそれぞれ主張している。安村は上級の乱における宇治川とかで足利義氏と共に果敢に攻め込むなど部位に優れた人物であったが他の御家人とさかいを起こしたり、北条氏に対する方針を巡りて三村と祖語を来すなど政治家としての立ち回りにはつたない部分があり優柔不断なところがあった。 また、足達氏が、北条氏の外籍になったことで、幕府における、重要な地位が三浦から足達へと推移していったことを、把握できていなかった。そのことが、足達家との圧力激化、そして、三浦家の孤立を助長し、滅亡へと誘引することとなった。また、足達氏以外にも、下神戸氏に対して強い対抗意識を燃やし、幾度か対立したことが、 アズ鏡に書かれている。例えば、1241年に安村と、下神戸幸光が、駿河国で総論を起こしている。これは、秀里流の古実に精鋭通している下神戸氏が、対等してきたことについて、キューバに通じ、幕府内で、それに関する儀礼を取り仕切ってきた安村が、危機感を覚えたがゆえに起こった出来事だと言われる。さらに同年には、 三浦市と小山市の老党が酒の席で乱闘騒ぎを起こし、当事者として安村の弟の一人、三浦矢村と小山家の小山朝村が出資停止処分となり、安村と小山おさむら、結城朝弘も出席された。1247年3月3日には安村自身が統計会の席で喧嘩騒ぎを起こしたと伝わる。有名な話として、 法事合戦の直前、一旦、北条時折らとの間には僕が成立しかけていた時、緊張のあまり食べていた湯漬けを嘔吐したという話がある。これは恐怖からではなく合戦の回避を模索するために精神を働かせた、結果生じた極度の緊張からの嘔吐であろうと解釈されている。上級の乱や儀礼の場で武術の達者ぶりを披露している。 大村だが、非常時、切迫した状況では判断力が鈍くなる人物であった。長い進むは、武者としては一流であるが、武将としての才能には恵まれていなかったのであろうと評している。ありがとうございます。